この血筋に隠された醜さを倒し、君に唯一無二、自身だけの新たな伝承があることを証明するがいい。お前は本当の試練を乗り越えたんだな。旧姓の宿命を乗り越え、人類の姿のままで天元に上り詰めた。自分だけの力で成し遂げたわけではありません。ああ、分かってる。だがお前個人の努力も否定できないだろ。命というのは伝承しながら革新していくもの、前へと進む道で永遠に止まらない存在なんだ。だから巨人たちの肩に立てることに対して感謝しないといけません。とはいえ、それらの巨人が世界の存続の脅威になった時、私も彼らを止めなければなりません。少なくとも彼らの独断の道が生々流転する人の世界を傷つけないようにしないと。それに矛盾を感じる必要はない。頑固者たちの独断を止めること、それはもともと若者がこの世に存在する意味だからな。俺はちっぽけな人格のかけらだが、それでもあのジークフリートにある情熱を感じられる。彼は本物の男だ。きっと時間の果てまで少年のような心を忘れないと俺は信じてる。あなたは記憶を取り戻したんですね。お前が聖魂の試練を乗り越え、この辺りの空間をリセットしてくれたからな。俺はいずれ本当の俺に戻る。その時、彼にとってお前との記憶は曖昧な夢になってしまうが、どうしようもないことを悲しむ必要はない。それよりこの分身はもうすぐ消える。歌方のような最後の時間の中で、俺にはお前に対してどうしても果たしたい最後の義務がある。ここは虚数の深部ではあるが、空間と空間が不思議な反応を起こす場所でもあるんだ。俺の力だと向こうの情報を一方的にお前に届けることしかできないが、何があってもこれは俺がお前のために果たすべきことだと思う。一人で背負う地獄であり、本物のジークフリートが最終的に収容される場所だ。彼はずっと聖魂空間の中から逃げようとしたが、彼は正しく覚醒できなくなった。その結果、空間の中で俺のような人格のかけらを落とすことしかできなくなったんだ。そしてケビンは彼を自分のあらゆる罪が凝結する場所に封印することを選択したんだ。セシリア、キアナ、お前たちはなぜ俺に微笑むんだ。俺がお前たちを死なせてしまったのに。
います。ここにいます。これは一方的な通信だ。向こうには伝わらないよ、デュランダル。そんなの分かってます。ただ自分にそう教えないと気が済みません。いつか彼に知ってもらいます。彼の人生の中にあった数多くの遺憾、そのうちの一つは運命による誤解に過ぎないということ。それは私がこの立ち位置から唯一彼に与えられる慰めかもしれません。俺はまたあの夢を見てしまったようだ。キアナ、名前を受け継いだ妹はお前をがっかりさせてないだろうな。こういう時は聞き手がいると思うことにしよう。小さい頃の俺は想像もしていなかった。まさかカスラナの地にこれほど深い呪いが隠されてるとは。聖魂による制限、この氷の地獄のような景色だが、何があっても俺は信じたい。俺たちは自分の意志で他人を助け、自分の意志で弱者を守り、自分の意志で文明を救ってると。本音を言うと、もしセシリアたちがまだ生きてるなら、今の俺は何の悔いもなくあらゆる運命を受け入れられるだろう。だがお前たちは本当のカスラナのように去っていった。俺と彼女だけを残して。だから俺はこうして自分を励ますしかなかった。希望がわずかだと知りながら俺は自分にこう言うんだ。絶対にここを出る。あの子のそばに戻って俺は無事だって伝えないと。それが今の俺があの子に与えられる最大の慰めだ。どうやら俺も。あなたは消えるんですか？そうみたいだ。俺たちにあった関わりもどんどん弱くなっていく。俺は本物の彼のところに戻り、お前ももうすぐ現実の世界に戻るだろう。俺は彼の代わりに何かを決めることはできないが、もしできることなら俺は家族としてお前の進む道を見守りたい。お前の人生が未来でどんな花を咲かせるのか見届けたいんだ。
何があっても必ずキアナさんと一緒にあなたを見つけ出します。私たちのお父さん。デュランダルです。どうぞ。デュランダル様。リタ、あなたですか？もちろんです、デュランダル様。大丈夫でしたか？何か危険なことでもありましたか？あ、大丈夫です。すみません。心配をかけましたね。いいえ、ご無事で何よりです。では、現在の状況を報告してもよろしいでしょうか？ええ、お願いします。約束の律者の力、それはどうやら急いで戻らないといけなくなったようです。それはそうですが、タイミングも大事なのです。シュレーディンガー博士。久しぶりなのです、ビアンカさん。実は少し前からあなたたちに連絡しようとしていたのですが、リタさんがどうしてもあなたには内緒にしてほしいと言ったのです。私に教えるとすぐにオットー主教にバレてしまうのではないかと心配だったのかもしれません。やっぱり互いに信頼し合うあなたたちの関係が羨ましいなのです。さて本題に入るなのです。オットーは今危険な約束の力を使っていて、戻る時はタイミングを見極める必要があるなのです。戻る途中であの力に攻撃されるのが心配だからですか？それも一つの理由ですが、もう一つはシュミケシを通して入手した情報によると、テレサ様はある特殊な方法を用いることにより約束の力に正面から対抗するおつもりのようです。それが神の鍵、制約の十字架の大霊帝閣出力です。テレサさんは律者の力を相殺させるつもりなんですか？その可能性はあります。ですからディランダル様が戻る途中、その二つの影響を受け危険な状況に陥るかもしれません。ですがこのままここに留まるわけにもいきません。私は恵まれてます。この虚数空間に閉じ込められましたが、そのおかげで新たな力を手に入れ、そして、あ、いえ、何でもありません。とにかくオットー主教に対する質問の続きを聞く、その責任が私にはあります。これは天命の一員としての責任です。それに今回彼は本気でこの世界を否定しようとしているのかもしれませんから。分かっています、ディランダル様。確かにそれは大事です。ですがシュレーディンガー博士の判断も信じてくださいませんか？何せ大主教様に対抗しているという角度から考えると、彼女の立場は私たちよりずっと断固としていると、そう思いませんか？リタの言う通りです。気が焦っていました。いいえ、お気持ちは理解できます。それにこういう状況だからこそ
デュランダル様にしかできないことをお願いしたいと思っております。